11月に開催されるフォーラム8ラリージャパン2024は岡崎中央総合公園などで競技が行われます。実行委員会は地元の子どもたちにラリーの魅力を知ってもらおうと、睦巳南部小学校でラリードライバー荒井俊弘選手らによる教室を行いました。全校児童およそ630人が参加し、ラリーについてクイズ形式で説明されたほか、競技で使用された車両によるデモ走行が行われました。ドリフトがすごくてかっこよくて、なんか乗ってみたいなって思いました。しかもやっているとこが結構近い、岡崎とかで近いし、まあ、今度家族とかで見ていきたいなと思いました。ラリージャパンは愛知県と岐阜県の6つの市と町で行われ、一部のステージでは先着で中学生までの子どもが無料で観戦できるキャンペーンが実施されています。